ハンストーバル王号ーーは、デンマークの作曲家、オルガニスト、バイオリニスト、教育者。王号ーーは、ロルステズ近郊のロールフステッドガードで農業を営む、一家に生まれた。父は、アナセンスン、母はアナハンスンであった。幼い頃からすでにバイオリンのレッスンを受けており、1896年からは、アスコー高校に通った。1898年からは、 コッペンハーゲンでカール・ニールセンより私的にバイオリンの指導を受けた。1900年から1902年にかけてデンマーク音楽アカデミーで学んだ彼はバルデマト・フテからバイオリン、オット・マリングからオルガン、ヤー・アン・ディトリュー・ボネスンから音楽理論の指導を受けた。平役を終えた後の1903年から1905年の間に作曲と対位法をカール・ニールセンの下で 1904年から1905年には音楽理論、トマス・ラウプのもとで個人的に学んだ。この二人の死により黄金の音楽的才能は強く開花させられることになった。この学生時代のクラブ活動で知り合ったオーロフ・レングとは音楽への関心を共有し合った。レングとは後に仕事を共にすることもあり、生涯にわたる友情を育んだ。フィン島の風景。 1905年、黄金は、フィュン島、リュスリンゲのバルグマニドにある、ナザレ教会のオルガニストに就任した。コペンハーゲンのバート教会からもオルガニストの打診を受けたが辞退している。出身地と関連して彼は、フィュン島の田舎をより好んでおり、大都市コペンハーゲンでは、本当の意味で落ち着くことはできなかったのである。またこの都市から、リュスリンゲ高校で教鞭を取るようになった。 王号はデンマークの歌に革新をもたらす作品により、自国の楽団に特別な地位を築いた。オルガニストとしては、まずトマス・ラウプのようにデンマークの成果の現代化のために尽力した。このために彼は30の詩編の旋律を作曲している。彼はラウプの精神にのっとり、教会で歌うための新しい歌を紹介し、まもなくこの集まりは、 デンマークのラウプの会と称されるようになっていった。1907年に、王号が有名な建築家のピーザ・ビルヘルム、イエンスン・クリントに依頼して、ルスリンゲに家を建てたというところにも、彼がこの地を心地よく思っていたことが現れている。同年には、アマチュア管弦楽団のフィンズック・ムジ・コンダーを創設。彼はこの農夫、教師、工夫などで構成されるオーケストラを400回以上。 ルスリングや周辺地域で指揮した。多くの人にとってクラシック音楽に触れる機会がオーケストラしかなかったピュントにおいてこのことは古典派やロマン派の音楽を広める意味で非常に重要であった。1908年10月19日にスベン・ハインリー・ハンスンとマーアン・ピーダスンの娘のカレン、マットサイン・バンジン・ヘルがハンセンと結婚した。トマス・ラウプ1908年に ホヨスコリブラデットが見に民謡という記事を執筆。その中で、黄号は、学校で歌われる楽曲のレパートリーの不足が、深刻であると批判した。そこで彼は死であるトマス・ラウプとカール・ニールセン、そしてオーロ・フレングと、共同で、新たに質の高い楽曲を作曲して、学校で用いられる新しい消化集を作り上げる、計画を立てる。ここでは、黄号が、 旗振り役となり、4人の中で最年少だった友人のレングは協力者であった。また、一流作曲家として死であったラウプとニールセンのプロジェクトへの三角を取り付けることができた。この4人の音楽家たちは後に、ピュントの4つ用のクローバーと呼ばれるようになる。彼らは1912年に正式に新しい消化集制作の移植を受けた。完成は、 第一次世界大戦後まで持ち越されることになる。1913年、高校民謡集の第七版において、イエッペ・オーケアのテクスト、ジェグ・ラグ・ダ・ミニッツ・ガード、アイデン・リゲンド・ BLST に作曲した曲で、王后の作品が初めて教科書に掲載された。1919年には、N.I. バイザー・ティル・テクスター・ A.F. イエッペ・アカルを出版している。1922年、 575曲以上を掲載した昇華集が出版された。ラウプが73曲の新曲を書くとともに63曲を民謡と教会の歌曲集、デンスキー・カーキ・ソングから賛美歌を編曲、ニールセンが48曲の新曲、レングが28曲、そしてオーゴーが35曲の新曲を作曲した。音楽的な伝統は、 徹底的に破壊したものの曲集は広く人気を獲得し、多くの作品が今日に至るまでデンマークの音楽文化に影響を及ぼしている。ラウリツ・クレスチャン・ニルスンのテクストによる、ジェグ・セール・デ・ボーグライズ・オール、イェッペ・オーケアのテクストによる、歌曲、スパーバン・シーザ・ストゥーム・バック・クビスト、スナフロキ・コンメル・ブリムレンド、ハン・コンメル・メド・ゾマー、ハン・コンメル・メド、ソルなどがそれにあたる。 その後も歌曲集の出版は続いた。1930年と1932年に、黄金はラウプの様式による礼拝のための二つの前奏曲集を出版している。1933年に黄金のバイオリン教本が世に出された。彼はこの教本を意識的に様々な教授法のための教材として作り上げており、その意図はセミナー。 音楽学校都市的授業という名称によっても説明されている。1934年には旧約聖書のための24の旋律を世に出した。王号はホヨスコリブラデット紙やフィンズチデンデ紙に多くの記事を寄稿した。その人気は絶大で深刻な病にかかった際には彼がノルウェーで療養できる要著名人らが寄付を行ったほどである。 この様子ある1937年まで、ナザレ教会のオルガニストの職に留まった。墓は、ルスリンゲの墓地に建てられている。後継者らも王号の音楽精神を受け継いでいる。はじめが1938年に王号の作品一覧を出版しているレングの義理の息子に、アタルカールバクである。その後、彼の名のエスタ王号とダウニ王号が続き、2000年まで、 ほぼ半世紀にわたって、オルガニストの職を務めた。スパーバン・シーザス・ストゥーム・バック・クビストや、ジェグ・セール・デ・ボーグライズ・ウォルなど、王后が作曲した旋律には、特に、デンマーク国内では、今日に至るまで人気を保ち続けているものがある。20世紀前半において、彼は、カール・ニール・セン、オーロ・フレング、トマス・ラウプと共に、デンマーク民謡の改革者の一人だったのである。 2003年以降、現在のデンマークの賛美歌を集めた本、デンデンスキー・サンバグには、黄号の書いた曲が4曲収められている。次の一覧は1938年に、デッド・ウンゲ・トーン・カンスト・ネル・セルスコブから出版された、トーバル黄号ーー作品目録による。弦楽オーケストラのための作品弦楽のための室内、楽曲オルガン曲バイオリン教本黄号が、 長年オルガニストを務めたルスリンゲのバルグマニドでは彼を記念してトーバル王号広場に西安ベストにより記念碑が建てられた文献、電気、解説、その他無料の歌詞と楽譜ディスコグラフィ。ありがとうございます。